ロース・ゲイツこれこそ完全無欠の行動ね。この痛み、いつか倍にして返してやる。新人は私について来られるのかしら。増員私の価値をようやく認めてくれたってことかな。誰一人通さない指揮官、ちょうどいい時に来ましたね。今から本物の戦術人形の実力を見せて差し上げます。弱い人形を助けるのは構いません。 それが強いもの,の追うべき責任ですから。でも、彼女たちが私の仕事の邪魔ばかりするのであれば、それは教育するべきです。指揮官、ご安心ください。私がここにいるということは、すべて解決したも同然なのですから。もし指揮官が私に興味を持てなくなってしまったなら、いつでも代わりを探していいのよ。でも、 指揮官も分かっているでしょ私以上に優れた選択肢なんてないことを。私が一歩進むたびに、任位の人形との差が大きくなるわね。こんな姿、見せたくない。やはり私がいないとダメなんですね。以前と比べてですかさほど変わりはありません。完璧を上回るのも、また完璧ですから。自らの価値は、自らの手で証明する。指揮官。 次の指示を。指揮官、焦りは禁物よ。タリホー、戦闘開始。情報確認、出発します。行動終了。今引き下がるのは、いつかこの雪辱を果たすためよ。私の小さな相棒と挨拶をしてみたら雑魚に使う時間はないの。手加減はしない。<laughs> 戦績も指揮官も、全部私のもの。全て手配するから。 指揮官は何もしなくていいのよ。少女前線。完全な勝利。私からすれば当然の結果ね。